はい、おっさんが密室でイチャついてます。いや、イチャついてはないですけど。どうですか最近は。最近ですか。いや、まあぼちぼちって感じですかね。なんかつつましくやってますって感じ。なんかネタ切れになることないですか。もうずーっとゲストが予約入ってる感じなんですか。いや、予約だ、ネタ切れっていうか、まあ一応人はいるんでね、人間はいるじゃないですか。人口って1億人以上いるわけだから、うんっていうところはありますけどね。まあでもちょっとそのかぶってるような内容もあるじゃないですか。内容っていうか、まあ似たタイプだなって人はこれまでも出てるんで、まあネタ切れっていうのは見てる人が決めるんじゃないですか。なるほど。こっち的には別にずっと変わってないって感じですかね、運営は。一応この人は、言い方悪いですけど、再生数取れるっていうか、みんな見たいだろうなって思う人を厳選してるんですか。そういうわけじゃないんですか。厳選っていうか、なんかまあ過去この手の人聞いたよなみたいな応募は採用されづらくなってるかもしれないですね。なんていうか、まあこういう人もいるんだ、話聞いてみようかなみたいな、なんか今までいなかったような人を採用しやすくなってるって感じですかね。だから確かに昔だったらこの応募のメールこのまんま採用してたよなみたいな人も採用してしなくなってたりするかもしれないですね。前から思ったんですけど、下ネタ多すぎません？外国。なんかたまにサムネ見てうってなるんですけど。そうかもしんないですね。あれは三谷さんの性癖ですか？いや、性癖というよりも、まあでもそれもまた変わってきましたけど、まあ数字取りやすいっていうか、まあみたいなところはあるかもしれないね。よくないですけどね。よくないのは分かってるんですね、一応。だって家族、奥さんとかだって結構見てるとか言うじゃないですか、三谷さんチャンネル。あれでなんか、そのじゃらとかおじいちゃん、まあでも事実なんだよね。まあ事実とはいえ事実なんだよね。とはいえなんか最近下ネタ多いなと思ったんで、個人的に。いやいや、事実だからっていうか、まあよくないですよくないというか、なんていうんですかね、試行錯誤してるんですよねっていうか、試行錯誤してたらそうなってたっていうことになっちゃうんですけど、まあそうですね。サムネの文言、いや、出てる人が一般人の時は特になんですけど、もう、文言次第で全然再生数変わってくるんで、っていうのはありますよね。これは YouTube の、YouTuber の世知辛いところですよね。もう再生数が取るっていうのは仕事だから。まあ、そうですね。それがこう、再生されなくなってくると、全く、ね、商売じゃなくなっちゃいますから、ね、お仕事、食いっぱぐれ、いやいやいや、まだ稼ぐんすか？いや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 、そんな、あれですよ。過去動画とかって回るんすか？ YouTuber って過去動画なかなか回んないじゃないですか。いや、それもだから他の YouTuber の人のそのアナリティクスを見たことがないから、正直わかんないっす。どうなんですかね。でも、まあ、ゆっくり伸びてって100万突破したみたいな動画はいっぱいありますね。なるほど、なるほど。なんとも言えないですね。だから稼げるか稼げないかで言うと、別に稼げてないわけじゃないんだけど、世の人が思う100万人登録の収入とは多分違いますよねって感じ。いや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 、外録さんは絶対視聴率もすごいだろうし。いや、でも黄色が多いから。あ、そうそうですね、そうですね。はい、黄色結構多いんだよ。黄色何割分、 10個出したら何割ぐらい黄色なんですか？いやー、なんかね、あれなんです。最初黄色じゃないんだけど、途中から黄色になったパターンが結構多いって感じですね。だから一応、だからそうですよ。だからそのね、わかんないけど、どういう世間がイメージあるかわかんないですけど、100万登録とかいたらなんか年間1億ぐらい稼いでそうな雰囲気あるじゃないですか。で、じゃあ10個動画出したら4個ぐらいは黄色みたいなイメージですか？だから時と場合じゃないけど、そうなっちゃう時もありますよね。10個中4個はもうフルマックスの割合かもしれないですね。もうちょっと青かなって感じですかね。でも10個中1個もつかないってことはないですね。10個中10個黄色なかったっていうことになることあんまないですね。なるほど。うん。いやでもフランスお疲れ様でした。ひろゆきさんのやつ。もう2ヶ月以上前の話ですよ。いや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 、もう3ヶ月以上前ですよ。言ったの。いやひろゆきさんお疲れ様でした。いやいや。てかひろゆきさんこそフランス行けばいいじゃないですか。いや僕乗り物苦手なんですよね。いや乗り物じゃないですかこれ。いやいやこれも結構車用意しながら今日来ました。車用意したのに BMW 買ってるんですか？いやーきついっすよ。車。BMW ってそんな高くないですからね。この車はめっちゃ高く見えるから僕いいなと思ったんですよ。すごい高く見えるじゃないですか。いや見えますね。そうでもないんですよ。ガンドリームつかんですね。いやいや言い方悪いですけどね。はいはいはい。いや三谷さんも一言じゃないですよ顔は。いやそうですよね。それはちょっと思いました。だってあれひろゆきさん何歳でしたっけ？僕36ですよ。だから年下です。1個しか買わないですもんね。そう。エロサムネ作ってる場合じゃないですよ。そうっすね。ガンケンか。っていうかさ、ひろゆきさんのやつ、ちょっとハラハラしてたんですけど、最初怒ってたじゃないですか、ひろゆきさんなんか。いや、俺も最初怒ってんのかなと思ってたんですけど。なんか、もう聞かれた質問、その質問いいよって感じで、なんか飽き飽きしてましたよね。いやいやそう、てかまあ、確かに最初マジ緊張感始まる。本当に、これフランスまで来て20分とかで終わっちゃったらどうしようみたいな。いや、でもそれで3時間話したってすごくないですか、でもあそこから。いや、だから優しいっすよね。俺、いつ帰ってもいいですかって言われちゃうかなと思いながら、粘ってたら、意外とひろゆきさん言わないなと思って、ありがたいと思いながらね、ありがたかったっすね、だから。いや、よかったっすね、本当に。悪口じゃないけど、なんか、なんか言われてますよね。何でしたっけ？ならポンコツだから成立してますね、みたいなこと言ったじゃないですか。そうでしたっけ？そんなことでしたっけ？はいはい。あれか、前調べせずに来てるからみたいな。でもあれって、わざと一から聞いてるだけですよね、三谷さんが。まあだから、下調べ、なんか難しくて、取材されるって聞かれて、なんか調べないんですかって言われて、はいはい、当時、調べようがない人しか取材してなかったから、はいはいはい、調べてないって言ってたんですよ。なるほど、なるほど。で、逆に著名人の場合は、まあ、調べる調べないっていうか知ってるじゃないですか。最初東野さん、次武井壮さんとか、まあ、大森さんも僕好きだから知ってたし、あと吉村さんとかって知ってるじゃないですか、まあ、その人たちの歴史を。だから調べてないじゃないですか。なるほどなるほど。みたいな感じで、ちょっとずつ変わってきてますけどね。今はだから、今はこの人面白そうだなと思って声かける人がいるじゃないですか。なのに全く調べないでこういう話聞いてて意味わかんないじゃないですか。例えばなんか、特殊清掃の掃除してる人ですとかって人にオファーするとするじゃないですか。はいはい、その人のこと全く知りませんって通用しなくないですか。なんで声かけてきなくなっちゃうから。まあそれはちゃんと見ますけどね。その人が作った動画とか、なんか取材されたらインタビュー記事とかちょっと軽く読んでとか、あるんで、それはなんかまあでも、言ったらディベートするつもりで言ってないから、仮にじゃあ立花さんインタビューした時に「でもこれってこういうとこがおかしいんじゃないですか」とは確かに言わないかもしれないですね。まあ俺はこう思うけどなみたいなのがあっても、まあ別にちょっとこう、まあ別によっぽどのことがない限りだった感じですかね。どう思いますかって聞かれれば喋るしっていう感じですかね。奥様は怖くなかったんですか？はい、奥様は怖くなかった。全然全然なんか。まあ、なんかね、動画とか見ても、ひょうひょうとした感じじゃないですか。なんか、違う動画で見た印象通りかなっていう感じですよね、ゆうかさん。でもなんかね、その後も結構ツイッターとかでも宣伝してくれたりとか、よかった、ありがたいなと思いましたよね。じゃあ結局、ひろゆきさんの会話大成功みたいな。いやいや、大成功ですよ、普通に。大成功ですよ。フランスの渡航費を際の再生回数で余裕で稼げさせていただきましたっていう感じで。いやいやいやありがとうございます。そう。いや、ちょっと皆さん僕、めっちゃ尊敬してるんですよ。もう三谷さん。日系テレ東大学の高橋さんもそうですけど。だって、結局、いや、言い方すごい悪いですけど、我々って、今もフランスの渡航費と言ってましたけど、どっちかって言ったらゲストの方に、稼がせてもらってるっていう側面もあるじゃないですか。けど、高橋さんは、日経テレ東の高橋さんは成田さんを世に輩出したっていう言い方がちょっとあれかもしれないですけど、世に知らしめたじゃないですか、あの方の魅力を。三谷さんもいろんな方の魅力を世にどんどん出していってるわけじゃないですか。いやいや、まあそういうふうに思ってもらえたら嬉しいですけどね。街録チャンネルって、世界観も含め、なんか本当にすごいチャンネルですよね。いやー、まあでもね、やっぱね、いつまで持つかなっていうので。ああ、そんな危機感持ってるんですか。思いますね。やっぱチャンネルと、なんか視聴回数がずっとバーンっていうのがなかったりと、どういう時に不安を感じるんですか。チャンネル登録だって減ったことはないですよね、今まで。減ったことはないですけど、まあ増え方がこう鈍化してくるとか、単純にやつだから、テレビ業界よりももっとすごいスピードでこう進んでいくじゃないですか、YouTube って。確かに。多分単純にネットの世界観がそのスピード感が速いっていうこともあると思うんですけど、いやだからこれ仮にですよ、こっちのポテンシャルがテレビ時代のザ・ノンフィクションぐらいのポテンシャルも仮に持ってるとするじゃないですか、持ってるとするじゃないですか、仮に。でもこっちも週4週5で消費していくじゃないですか、コンテンツ。向こう週1で20年とか続いてますっていうぐらいだったとした時に、こっち週4週5でその5倍のコンテンツを出してって、で20年分だから5分の1しますよね。ってことは普通に4年分ぐらいかとか、その寿命としてとか思ったりしますね。なんていうか分かります、それで出してる量とかっていう。分かります。いやだから僕はもう本当に三谷さんみたいになりたいって感じですもん今は。ひろきくんからさん何を目指してるんですか。これまずこの企画の趣旨何なんですか。いや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 、そんなさ、もうでも